え、普通にこう見たらいいな、テレビ台。そうやって普通に見たらね。こう見たらめっちゃ良くないですか、皆さん。せーの、こんにちは、シュウです。はいです。はい、今日はですね、部屋を模様替えしたいと思います。はい、こちらありますけれども、はい、まあ、最近ね、ちょっと断捨離して服をね、全部捨てたんですよ、僕の部屋なんですけど。 そうですね。その流れでね、あのベッドのね、あのベッドも捨てました。粗大ゴミ出しちゃいました、ベッド。はい、この前部屋紹介した時、見てない方まだこちら部屋紹介載してるんですけど、うん、引っ越してすぐに、まあ、この時とはね、もう部屋ガラッと変わってます。テレビ台もね、結構前の部屋紹介見てくれた方分かると思うんですけど、はい、まあ、こんな感じのね、こういうテレビ台になってるんですよ。見せ方見えます？ちょっともうこんな感じなんですよ。はい、こういうね、このテレビ台もちょっと撤去しちゃおうかなと思って。このテレビ台をね、理科室のあれみたいだとか賛否両論ありまして、賛否両論ありまして、メンタル来ました結構。そう、でもね、あの共感というか、はい、分かるんですよ、理科室。分かりますよ、言いたいことは。そう、まあ、なんでね、長々と話しちゃいましたけども、はい、まあ、今回はとりあえずあの部屋をね、あの整理する、服整理のやつも買ったんで、タンスの中をきれいにするのと、観葉植物買ったのと、あのテレビ台を置いて、であとこれからまたね、次ソファーも買おうと思ってるんで、まあ、そういう感じでちょっと部屋改造計画みたいな感じでやっていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。まあね、まずこれが例の理科室の、例の理科室のテレビ台です。新しくこれね、パキラっていう植物なんですけど、これパキラ君っていうんですけど、まあすごいなんかね、見た瞬間、あ、ヤシの木だと思ってね。海がね、自分のパワースポットなので、せめてこれ、はい、でこれ大事に育てます、マジで。これ500円でしたって言ってるけど、買ってから水やりてるのは愛です。見てください、ここもちょっと変えました。あ、愛の土産を活用してくれてます。もうせめてもの抵抗です、これは。これね、外国のお金が入ってるっていう、ね、そうですね。でいっぱい入ってるかと思いきや、封筒です、ここは。表だけなんで。隣はなんか、まあ、隣も匂いですね。ちょっと匂いに気を使ってる男子ということで、はい、今回はこのテレビ台を変えるということで、はい、今回ね、買ったのは IKEA ですね。 IKEA のオンラインでね、はい、買ったので、届いたんですけど、それでは最後ね、部屋全体見せるんで、はい、ご覧ください。はい、こちらですね、これがテレビ台になっております。開けていきますか。はい、結構僕、組み立て系になってなんですよ。そう、あのね、ベッドとかもね、結構愛がやってるんですよ。そう、人がなんか、いいけど、そうじゃん、人がなんか、なんか人が独特、ベイマックス細い版みたいな感じ。頑張れこれ男だらやんな、普通。いや、だって男女平等の社会なんで、そういうのはやめてもらっていいですか。なんか重い荷物持つの男子で、こういうの男だろうとか言うのはどうなんですか。ケーブルを撤去、テレビ台からテレビを外したいと思います。感動の瞬間です、どうぞ。でも引っ掛けてるだけという、あ、アマゾンスティックとかなので、耐震性がちょっとあんまり良くなかったんで、まあ、ちょうどいい機会じゃないですか。この前結構地震来たんですよ、大きめの。その時一番に心配したのこれだったんで、外れるとここでフックでしかないんで、一番心配してこれちょっと抑えようかなって思ったんですけど、普通に隅っこで怯えてたんですけど中に通ってるやつだった。そうだ、下に頑張って出たもんね。これ一回カメラ止めて手伝ってもらって。わかりました。あーまーばば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 ば、この物干し竿もできました。はい、そこ開いて、はい、まあ、ここも開いて、お、まあ、ここもできるという感じで。そうだね、これちょっとあの今まで室内で干してたんですけど、まあ最初にこれね、ベランダ置いたらもうこれでいっぱいいっぱいです。そうですね、はい、これだけしか置けません、大して開いてベランダじゃないんで。仮に今度ね、いつか引っ越したとしてもこれはね、使えるので、まあまあ持っていけるんで、まあ、で、まあ、あとはこのこれをちょっと綺麗にしていきたいと思います。そうですね、ずっと思っていると思います、ここ汚いなーって。今さっきシューが脱いだトレーナーだけど。そうだね、まあちょっと雑ではあるんですけど、まあとりあえずこんな感じでね、まあ上はなんとかしたいと思います。まあこんな感じでできましたと。あ、それね、
てててん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 だよ。こんな感じでテレビ台完成しました。粗大ゴミが全然取りに来れないというか混んでるみたいで、デスクみたいにしておりますけども、こんな感じでパソコン置いて、一人掛け用のソファー、ここにね本当は大きいソファー置きたいなと思ってるんですけど、部屋でした。シンプルな部屋となっております。こんな感じで部屋をねちょっと綺麗にしてみましたということで、今回も見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、またも次回の動画でお会いしましょう。それではまた次の動画で、バイ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 。